刊始めるキャンパスの増刊号ですね、新しい番組を作りました。これは2月の12日に作ったんですけれども、今日が2月26日ですが、2週間経ちました。まあ実験的に作らせていただいたんですが、なんか機能しそうだぞということで紹介したいと思います。投げ銭専門チャンネル、その名も投げ銭ということです。で、まあ私自身が、まあ始めるキャンパスプロジェクトということで、リッスンにもたくさん番組を持たせていただいてるんですが、そういったいろんな番組の中で、全体をこう応援してくれるような方も、まあいなくもないだろうということで、実は個別の有料エピソードの配信がリッスンではできるようになったんですが、やっぱり個々の記事に対する有料配信というのと、もう少しトータルにこう応援するというね、いわゆる投げ銭ですよね。つまり私これおだちんと投げ銭って言ってるんですが、その一つ一つの個別の有料エピソードに対して、それを購入いただくっていうのは、まあある意味いい頑張ったねという、まああるいはその対価としてのね、おだちんという肩叩きしたからちょっとおだちんあげるとね、まあちょこちょこ役に立つ記事書いてくれたからおだちんあげるという、まあこれはいいんですね、個別の有料エピソードで、解決するんですが、もう一つはやっぱりなんとなく全体として少し応援したいなというのは、他の番組に対しても他のポッドキャスター配信者に対してもたくさんあると思うんですが、でリッスンさんはこれから投げ銭システムも導入したいというふうに開発者の方は言って見えるので、いずれ実装されるんでしょうが、やっぱりちょっと実験的に先行して、やってみたいなということで、まあ思いついちゃったわけですね。まあたまたま私複数番組展開してるので、そうするとその個別の番組じゃなくて全体としてのこう投げ銭というものがあってもいいだろうということで、もうこれは一個番組を作ってしまえということで作ってしまったわけです。でこれが番組じゃなくてもなんかね、投げ銭できるボックス、お賽銭箱があればいいわけですけど、それが今のとこないので、自分で自前でお賽銭箱を作ったと、まあそんな形になるのがこの投げ銭ですね。で詳しくは始め物32個目のエピソードで一粒万倍日というコンセプトで作ったんですけれども、これは有料配信にしてるんですが、何名かの方ご購入いただいて読んでいただいて、しかも投げ銭番組で投げ銭までしてくださったっていうことで、本当にありがたいなと思ってますが、そんな形で機能しなくもないなと、この仕組みはね、ということで、まあ一つの実験的な事例としてご紹介したいなということで紹介をさせていただきました。はい、月刊始めるキャンパス増刊号ということで、投げ銭一粒万倍という副題ついてますけれども、これを今いろんなエピソード配信にもね、あちこち貼り付けさせていただいて、なんだろうこれはと思ってる方もいるかと思いますが、まあ始めるキャンパス全体、の活動にまあ少し応援してもいいかなと思う方は、ぜひこの仕組みを利用していただければと思います。ということで、短いですけれども投げ銭、まあどうなるかわかりません、この番組の行く末ね。ただ面白いと思うんですけどね。はい、ということで紹介でした。ではまた。